はい、どうも、こんにちは。そう、貯めようと思ったんですけど。あれ、なんかおかしいな。もう満タンじゃない？あ、止まったか。貯めようと思ったんですけど、ちょっとね、試してみたくて。まあね、新しい要素である、コンベアを。ちなみに今、2個連結させてます。で、ちょうど木がですね、この264ドルで天井に来たんですよね、見てたら。まあ、これ以上上がることもあると思うんですけど、白い値段の範囲で矢印が上に上がって、下がってたのが上がったのかな、もしかして。そこまでは見てないんですけど、260、261でどんどん上がって、264で止まったので、とりあえず売ってみようかなと思って。で、今やろうと思ったんですけど、このね、コンベヤーが、なんていうんですかね、資材、資源を吸い取る範囲がめちゃくちゃ広いんですよ。で、その範囲がどれぐらいなのかなと思って今実験しているんですけど、もしかしたらこの、なんていうんですかね、資源の塊の山全部吸い取ってくれるんじゃないかなと思って、こうやって何度もね、アンロードしながら試してみてます。すごい気になって、ずーっと吸っているから。吸ってくれるでしょ。この山全部吸ってくれるのかな、もしかして。相当広いですよ。だって最初このぐらいでしたからね、山があったの。それからずっと吸い続けて、ここまで減らして、でまだ吸ってますからね。 範囲ないのかな。それはそれで全部吸い尽くしてくれるのかな。ちなみに、あ、全部のあれいけるんだな。ほう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 。この肥料が混ざってるのがよくわからないんだけど、肥料混ざってるのはどういうことなんだろう。あと豚の栄養剤もう混ざってるんだけど、どういうことなんだこれは。あ、これはあれなんだ、コンベアの一部だけど。コンベアの一部だけ、あ、止まった。あ、これがあれじゃないか、範囲じゃないか。さすがに全部は吸わないけど、そうだな、この小さい方が1回転するくらいですかね、拾ってくれるのかな。結構範囲は広いな。使えるな、これ。買おう、後で。あれできたら。こうやってやっていけばいいんだね。で、ちなみにこれは、こっちじゃない、こっちじゃない。これじゃないって。 こっちじゃないんだ。でかい方に乗りたいんだな。
これ乗れたのか。あ、乗れてる乗れてる。でかい方は角度とか、あと長さですね。変えられます。ってことはこれをだよ。こうやって置いていけば ひたすら長く作れるんですね。で、長く作ったところにちょいちょいこれを置いたり、こうやってね、場所移動して置いていけばいい感じになりますよね。でかいの2個とちっちゃいの1個買おう。気に入ったこれ。排出ができないんですよね。排出が、あ、できるか。これか、アンロードか。アンロードするには、こうすりゃいいのかな？あ、そうだね。あ、このアンロードの範囲があるから、この周りは、あまり吸えないのかな？この周りは。いいじゃん、顔を。ちなみにくっつけられないのかな、これで。くっつかなかった。ああ、いいね。これがなぜ横に回転するかいまいちわかんない タイヤがそっち向いてるからなだけ。これ結構伸びるんですよね。これが最高か。いいね。これもうサイレージもじゃあ、下手したら、あれですよね。常に売り続けられる状況にできるわけですよね。サイレージを、サイレージを手前の方で固めて作っておいて、これをもう突っ込ませとけばいいだけですもんね。曲がんないな。あ、これか、これのせいか こうやってサイレージの中に突っ込ませておいて、で、ベルトを向こうに売却口につなげとけば自然と売れるってことですもんね。いや、いいね。あともう一つ気になるのがあれなんですよね、ヒーティングプラント。これね、これでもウッドチップ売れるんですけど、どっちが高く売れるのかちょっと試すか。いくらだっけ？ 6 万8000円か。借りちゃうか。また後で返せばいい。6万8000。借りて。ちょっと立ててみようかな。立てて、でトラック1杯分をちょっと売ってみて、これ直接売れるのかな、これで。これで売れるのか、無理があるかな。
できるできる。これで6020。メモっといて、6020ね。で、もう一回。あれ、でも、あっちの値段と 同じか？もしかして。まで少々お待ちを。6020か、思ったより 高くならなかったけど、なんかこれに、なんもないのか、売れるだけか、ただ単に。だよな。セリングセーションプラクシー、いいとね。売れるだけですね。売却するだけ。6020か。普通に 売りに行くのとどっちがいいんだろう。いや、同じ値段か。同じ値段ですね。6020でしょ？ 3 万1000だっけ？いくつ入ったっけか。3万1000だった気がするんですけど。同じ値段かもしれない。燃料が、そう、こんなことしてるからお金たまらないですよね。 そろそろトラクター自分の買いたいんですけどね。これもレンタルしてるやつなんで、たまるのはちょっと遅いですけどね。遅いけど結構広範囲に吸ってくれるし感じでいいんじゃないかな。そうで、なぜか なぜかわかんないですけど、これ、ワーカー雇えるんですよね。で、雇ってどうするんだろう。小さいのは雇えないのか。あ、雇えないか。謎ですよね。また、よし、ちょっと売りに行くか。ちなみにこれ売却するときにこの表で売りたいなと思ったところをバツ押せばマップ上にマークが出ます。マップ上にマークが出るだけじゃなくて、ああやって緑の、なんていうんですかね、エリア表示で教えてくれますね。さすがに自動では言ってくれないんですけど、
逆にさっき言った作戦をウッドチップで試しちゃうっていうこともできるのか。積み込めるのかな。9番かな、まっすぐで少し大きいんですよね、9番が。羊もまた後でやろう。人の畑を踏み荒らす。全然違うじゃん。全然高いじゃん。8188円。え、どういうこと？ヒーティングプラントいらなくない？ちょっと、めんどくさいんだけど、一回通過しとかないと消えないとね。ここで木を売ったり、あれ？この川の中に、池か。池の中に木を突っ込んで売ることもできるみたいですね。ちょっと戻って、直接売れないのかな。コンベアを微妙なんだけども、ファイヤーがおかしくなってるから、ここ引っ張ってあげないと横向いちゃってるんですよね。もともとああいうやつなのか。できてる、できてる、売れてる。マジか。ちょ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 。荒ぶるな。荒ぶるな、この野郎。どうなってんの？ちょっと待って、ちょっと待って。どうなってんの？このアングルがそうなんだ。
治るかな。違う。いや、治んないな。タイヤはなんで横向いてるの？危険じゃね、これ。さっきちょっとだって濡れたからね。あ、いけたいけた。マジか。これ安いんだけどね、売りに行くより。これでこれをさ、吸い取れるようにして。曲がんないな、タイヤが曲がんないな。ちょっと物理的にやるか。売れたよ。マジか。使えるな、これ。まあ、安いんですけど。そこが残念だな。ちょっと安いのが。もうちょっと、せめて同じ価格であれば、かなり良かったですけど。この方法でサイレージもいけるでしょうか。いや、いいじゃん。いいね。自動化。何やってんだか。これで、あっちの方、フィナンシャルは上がってないのかな？あ、まだ、売り切らないと出ないのか、結果が。なんだこれ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これってさ、これってあれと連動すんじゃないの？これ。サンダークリーク。同じ会社だよね。あ、違かった。気のせいか。あれはただ単に燃料を運ぶだけか。ああ、いいね。あ、ちょ、今いくらか見てなかった。失敗したな。これでサイレージやるか。ちょっとサイレージだな。22万とりあえず貯めるか。うん、そうしよう。 600R。 あ、ヘッダーの幅が狭いのかな、もしかして。 600R。 あれ、あ、違う。14031403。ああ、これは5メーター。コーンヘッダーじゃないのか。あ、これか。1403、6メーター。あ、同じや。 FR850。 あ、これか。あ、ビッグ X いらないんじゃない？ いるのかな？
まあ、コーンを何度か生産して一気に最大値貯めちゃう方法でいけばリースでもいいんですよね。ぶっちゃけ。2万4000でしょ？ 2 万4000。2万7000だからコーンを3回栽培して毎回もみ殻にすれば最大値は結構作れるんじゃないかな。でこの方法で 常に売っちゃえば あ、これでもあれか、下がっちゃうかな、下がってるかな、あ、でも変わってないな。謎だな。ヒーティングプラントはどうなんだろう。ないのか。ここにはないのか。何なんだろう、ヒーティングプラントって。何か使えるのかな。本当にただ売るだけ？謎ですね。タイヤまっすぐなるよな。なんで横向いちゃったんだろう。じゃあもともとこうだったかな。アングルがよくわかんないしね。なんかもしかしてこのベルトのくぼむ量？ってわけじゃないか。え、何が変わってんだろう。謎だな。50。変わってなくない？わかんないな。バイト君雇ってみたの。そういう？あれですかね、一箇所に置いちゃうとすぐ詰まっちゃうから、首振って一箇所にたまらないようにしてるのか。ちょっとあれだな、吸えてないな、根元が。スリート。これはまた物理的にやらなきゃいけないか。足元のちょっと見たいんだけど、あれ、上
しょ。ちょっと離れちゃったから、こうやって。これがな、なんでタイヤあんな横向いちゃったんだろう。ちょっと狙いを定めといて。届くかな。遠すぎたか。まあいけるいける、いけたいけた。いや、いいね、ベルトコンベア。あ、ここじゃダメなんだね。やっぱり受け口があそこだから、受け口にこうやらなきゃいけないんだね。ずれちゃった。うん、ウッドチップは微妙だけど、サイレージならまだなんとかなんじゃない？サイレージいくらだろう。90ドル。90ドルか。微妙だな。その使い方をするのが間違ってるのかな。直売りのあれが。まあ片付いたからいいか。はい、ということでこの辺で今回は終わります。次回はね、もうちょっとちゃんとしたの頑張ろう。ということで、ご視聴ありがとうございました。